リオパラリンピックでの銀メダル獲得以来、年々注目度を増しているパラスポーツ、ボッチャ。ジャックボールと呼ばれる目標球めがけてボールを投げ、どれだけ近づけられるかを競うスポーツです。そして2020年のパラリンピック代表の座をかけて行われたのが第21回日本ボッチャ選手権大会。優勝者が代表内定ということで、多くの選手がこの大会に照準を合わせて練習に励んできました。荒川区の佐藤俊選手もその一人。近年めきめきと実力を上げ、2018年には3位入賞を果たしています。今回はさらなる高みへ挑戦です。優勝を目指してこの1年間やってきたので、リオのメダリストを撃破して優勝したいと思います。夢の舞台に立つためにも絶対に負けられない戦い。一つ一つのプレーに気合が入ります。そして最後に見せた涙のわけとは。日本ボッチャ選手権大会への佐藤選手の軌跡と熱戦の模様をたっぷりとお伝えします。佐藤俊選手は荒川区南千住在住の24歳。脳性麻痺という障害を抱えながら、ボッチャの BC2 クラスでパラリンピック出場を目指すアスリートです。小学3年生の時にボッチャと出会い、競技歴は15年。近年着実に力をつけ、2018年の日本選手権では自身最高の第3位に輝きました。東京2020パラリンピックに出場できる選手は BC2 クラスで2名と言われており、夢の舞台への切符を手にするには上位の選手に打ち勝っていかなければなりません。佐藤選手が倒さなければならない相手の一人が、リオパラリンピック団体戦で銀メダルを獲得した廣瀬隆喜選手。2018年の日本選手権では準優勝。日本のボッチャ界を牽引する選手です。そんな廣瀬選手と対戦する機会が、去年の夏、佐藤選手の所属企業のイベントで記念試合が行われました。実はこの2人、以前ボッチャチームノーブルウィングスのチームメイトとして共に練習に励んだ仲間。佐藤選手にとっては今の実力を試す絶好のチャンスですが、果たして。それではここでボッチャのルールを確認しましょう。ボッチャの試合は個人戦の場合4エンド制。各エンドとも持ち球は6球ずつです。先行のプレイヤーがジャックボールと自分の色のボールを投げ、後攻側も1球目を投げます。その後はジャックボールから遠い色のプレイヤーが投げていきます。ボッチャの勝敗を左右するのが戦略と戦術。ジャックボールに自分のボールを近づけるアプローチを基本に、投げたボールを他のボールに当てて弾き飛ばすヒットや、他のボールを押してジャックボールに近づけるプッシュなどを駆使し得点を狙います。互いに6球投げ終わった時点で、ジャックボールに最も近い色のプレイヤーが得点。相手の一番近いボールより内側にある自分のボールの数だけ点数が入ります。さて、記念試合の方はというと、第1エンドで廣瀬選手が5点を獲得し、迎えた第2エンド、佐藤選手がなかなか調子を上げられずにいるところ、廣瀬選手は圧巻のプレーを見せつけます。2エンド制で行われた記念試合で
まさかの10対0、格の違いを見せつけられました。自分の今持っている課題をどれだけぶつけられるかっていうのが課題だったので、それがほぼ全くできなかったので、そこについてはかなり悔しいです。もう一回一からやり直しして本戦には臨みたいと思います。あの日の敗戦から日本選手権までの5ヶ月間、佐藤選手はプレースタイルを見直し、もう一度自分のボッチャを作り上げようと練習に励みました。日本選手権2位の廣瀬選手と3位の佐藤選手、順位以上の差を痛感したからこそ、格上相手にも戦える新たな武器を。日々の練習に付き添う母の勝恵さんとともに、一つ一つの課題に真剣に取り組みます。アプローチだけでない、自分だけの展開、ヒット、プッシュを含めた自分のボッチャというものを今一生懸命作っています。日本選手権でそれが、いい形でできるように、私もできる限りのサポートはしていきたいと思っています。さらにフィジカルトレーニングも練習に取り入れた佐藤選手、体幹を鍛えることで安定性の向上を目指します。新たな自分に生まれ変わろうと、悔しさをバネに練習に打ち込む佐藤選手。さあ、いよいよ日本選手権の幕開けです。愛知県豊田市スカイホール豊田で開催された第21回日本ボッチャ選手権大会。前年の大会で入賞したシードの選手と、東日本、西日本それぞれ予選を勝ち抜いた選手が参加し、日本一の座を競います。佐藤選手の BC2 クラスは4つのリーグに分かれて予選を行い、各リーグの上位2名が決勝トーナメントへ。狙うはもちろん1位通過。さあ、予選リーグのスタートです。1試合目の相手は若手の千々松選手。重要な初戦の1球目、しっかりとアプローチを成功させます。その後も安定した投球を見せ、着実に得点を重ねる佐藤選手。4対0で第3エンドを迎えます。千々松選手の6球目、プッシュでジャックボールへと近づけます。対する佐藤選手、ヒットで相手のボールをどかすと、最後の1球でしっかりとアプローチ、1点を追加します。第4エンドも佐藤選手の勢いは止まらず、3点を加え8対0で初戦を飾りました。予選2試合目の相手はベテランの蛭田選手です。実は蛭田選手もかつてボッチャチームノーブルウィングスに所属、共に練習を重ねた元チームメイトに成長した姿を見せることができるのでしょうか。第3エンドまでは互いに1点ずつ積み重ねる緊迫した展開。そして2対1と佐藤選手のリードで迎えた最終第4エンド。蛭田選手は自分のボールを押し込んでジャックに近づけます。ヒットで赤を弾く佐藤選手に対し、蛭田選手は再びジャックボールへのアプローチに成功。
空いたスペースめがけて投じた佐藤選手の3球目、見事ジャックボールに近づけることができました。その後は相手のボールをジャックに近づけてしまわないよう慎重に投球を重ね、迎えた最後の1球、ボールの上にボールを乗せるスーパーショットで3点を獲得。勝負どころでしっかりと決め、初日を2戦2勝で終えました。成長した佐藤選手に蛭田選手もエールを送ります。見に行けよと、見に行ってこいと言われました、はい、優勝を目指してやってきて、この1年間やってきたので、上のリオのメダリストを撃破して優勝したいと思います。この日は予選リーグの3試合目、そして勝ち上がると決勝トーナメントが始まります。予選リーグ最後の相手は大ベテランの原田選手です。序盤からアプローチ、ヒット、プッシュと練習を重ねてきたショットを次々と成功させる佐藤選手。第1エンドで4点の先取に成功します。7対1と大量リードで迎えた第4エンド、コートの奥にジャックボールを置いた原田選手に対して佐藤選手の2球目、相手のボールを弾きジャックボールにも近づけます。この1球が決め手となり、8対1で佐藤選手の勝利。予選リーグ1位通過で決勝トーナメント進出です。3つちゃんと勝ってくれたので、もう本当に一安心です。はい、やっぱり優勝目指して頑張ってほしいと思います。予選リーグ1位通過を果たしたことで、勝ち上がれば準決勝で広瀬選手と当たるという好位置に。いよいよ運命の決勝トーナメントが始まります。準々決勝は同世代の吉見選手との対戦です。実は佐藤選手、2017年の日本選手権3位決定戦で吉見選手に敗れているんです。雪辱を果たすことはできるのでしょうか。佐藤選手の先行で始まった第1エンド、緊張からかいつものようにジャックボールに寄せ切ることができません。その隙を見逃さない吉見選手、赤とジャックの間にきっちりと入れてきました。佐藤選手は2球使ってジャックに近づけますが、ここで吉見選手はジャックボールの周りに自分のボールを固める作戦に。4球目で青のボールを押し込み優位に立ちます。ヒットで相手のボールをどかしたい佐藤選手ですが、思うように決まらず、吉見選手に2点を先制されます。第2エンドも2点を追加され、追い込まれた佐藤選手。第3エンドで何とか得点のチャンスを作ります。吉見選手が6球を投げ終え、互いのボールがジャックに接しているというこの状況。このままいけば同距離のため、お互いに1点ずつ入るところですが、最後の1球で、佐藤選手は勝負に出ます。計測の結果は、吉見選手に2点、0対6とリードを広げられてしまいました。
最終第4エンド、わずかな可能性をつかもうと佐藤選手は攻め続けますが、結果は2点止まり、2対6で敗れてしまいました。佐藤選手、まさかの準々決勝敗退。納得のいかない結果に悔しさがあふれます。この1年やってきた方はきっちりもできなかったんで、あと冷静も欠いてたんで、ちゃんと もうちょっと冷静にやって、勝てない相手ではなかった。で、目標としては全然、なんだろう、なんですかね、全然もう8止まりではなかったので、ごめんなさい、今こういうの何とも言えないですけど、本人が自分のボッチャが全くできなかったのが一番かなっては思いますね。やっぱり若さなんですよね、これって。ブレがある、その言い過ぎなブレではなくて、悔しさを経験したり、勝ったことを経験したり、こうやって波をどん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 作っていって、上の方で安定してくるのが広瀬さん、杉浦さんだと思うんですね。旬にとってこの経験が安定につながればいいなというふうには思っています。大会最終日、佐藤選手の戦いは終わってしまいましたが、ライバルの試合を見ようと会場に。 BC2 クラスの決勝戦は前回大会の覇者杉村選手と前回準優勝の広瀬選手の戦いです。3対2と杉村選手がリードし迎えた第4エンド、逆転には2点が必要な広瀬選手は、ジャックボールをコートの深い位置に置き勝負を仕掛けます。杉村選手の3球目、手前のボールにかすめながらジャックボールに近づけます。これに対し広瀬選手は、自分のボールを押し込むとともに相手のコースを塞ぐスーパーショット、この一投が決め手となり、広瀬選手が4対3で勝利、東京2020パラリンピックへの切符を手にしました。日本ボッチャ選手権大会から1ヶ月、佐藤選手の所属企業に伺うと、黙々と練習に打ち込む姿がありました。悔しい結果に終わった日本選手権準々決勝、あの時聞けなかった思いを改めて尋ねてみました。気持ちで焦ってしまったっていう部分がやっぱり一番大きいのかなと思いますね。やれることはやれずに、アプローチはアプローチで焦っていた、ヒットはヒットで焦っていたっていう感じで、全体ではなくて一個部分しか見てなかったのかなとは自分で思いますね。相手がどうのこうのではなくて、自分の今やることに集中することがやっぱり一番の学んでところだと思います。そして最終日の決勝戦、熱い戦いを見つめていた佐藤選手の心境は、やっぱり一回勝負してみたかったなっていう思いもあるし、そこの土俵までに行けなかった自分がただただ悔しくてですね、メンタル面が大きいっていうのと、やっぱり安定した試合をしないとやっぱり追いつけないし、それ以上の力を技術面でもメンタル面でもなさないと壁は破れないなっていうのは今回実感しました。何度も挫折を味わいながら新たなステップを目指す佐藤選手、最後に今後の抱負を一言ボールに書いてもらいました。日本選手権はもうこれで終わったらもう次へ進むっていう意味での前へっていうのと、自分自身がいろんな意味でも弱いので、前へ前へ、ウェイウェイ行こうっていう意味での前へが組み合わさってます。
東京2020パラリンピックのボッチャ競技。残る出場枠はワールドランキングなどをもとに選考されます。わずかな可能性にかけ改めて前進すると誓った佐藤選手。2020年、そしてその先へ、一体どんな未来を描いていくのでしょうか。前へ。